解放石、メシャムパイプ解放石は、モースコード2から2.5、マグネシウムを含む、岩水計算鉱物。主に、タバコを吸うためのパイプの素材として利用されている。多孔質で軽いので喫煙具などに使用される。柔らかくて軽く、白灰色の不透明な塊で産出される。ミーアシャムの名称はドイツ語の、海の泡に由来する。 アフリカ大陸やアメリカ大陸でも産出するが、トルコのエスキセヒル地方から、良質の解放石が採掘される。メッシャムパイプは、艶出しも兼ねた保護用として、コルクで加工とステムを塞いで、蜜楼が溶けた鍋の中に放り込んで煮ることにより、蜜楼が外側だけに塗られているので、解放石の微細なタコが蜜楼で塞がれ。 メッシャムパイプの手で直接触れる部分は吸着性能が落とされている。開放石は吸着性に優れ、非表面積が200から300平方メートル G ほどではあるものの、アンモニア臭などは1000平方メートル G を超える活性炭よりもよく吸着し、またアルデヒド元を持つホルムアルデヒドのような化学物質の吸着も良好で、油性と水性の液体をどちらも吸収できる。 ありがとうございます。